今日はね、第2弾質問コーナーやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。作るメニューが思いつかないときはどうしていますか？これはね、もう一つに限る。調べる。これが一番本当に。レシピは自分で考えてるんですか？まあ自分で考えるときもあるし、まあそうじゃないときもあるかなって感じです。料理のコツとかありますか？気合い。毎日料理してるの？多分週3、4くらいかな。作ってみたいものとかありますか？スイーツ系とかお菓子系はあんまり作れてないから作りたいな。恋人はいますか？え、煽ってんの？顔一瞬出します？まあ今のところ出す予定はないね。もう本当にこんな顔だから出せないよ。パルクールやってほしいです。いやいやいや、無理でしょ。何を求めてるの？何県に住んでるの？福岡でございます。高2男子です。親の誕生日に料理したいので教えてください。料理。高2ってことは先輩ですよね。任せてください。まあね、簡単なのだったら、誕生日ならまあローストビーフとかかなって思うけど、愛のためにもう真心を込めて書いたんで、絶対作ってくださいね。インスタの DM で待ってるから。絶対だよ。モテますよね。絶対彼女いたりするんですか？うるせえよマジで。身長何センチですか？174センチ。調味料とか自分で買ってますか？一押しの調味料知りたいです。まあ一押しならね、2つあります。まあ一つはメキシメンと、2つ目はやっぱうまいタレかな。2つともね、もう何にでも合うから使ってみて。知らんけど。何のゲームやってるの？ね、やってるゲームはバロラント、スプラー3、エーペックス、第五人格、最近オーバーウォッチやってるっていうか、今日オーバーウォッチ始めた。あと、それぐらいかな、言うて。あ、あと原神かな。それぐらいです。誕生日いつですか？4月14日です。料理動画以外も投稿する予定ありますか？1日のルーティンとかも気になります。ルーティン動画ね、実はね、一応撮ってるんだけど、まだ編集終わってないから、まあ、それが終わり次第あげようかなって思っております。どんな歌聴きますか？まあ流行ってる曲とかボカロ系が多いかなって感じ。まあ他にだったら、まあ歌ってみたシリーズとか結構聴くかも。彼女とかに作ってもらえたら嬉しい料理って何ですか？まあ彼女が作ってくれるなら何でも嬉しいんじゃない？もういないけどね。自分でオタクだなって思うことは何ですか？これはやっぱり推しの配信よだれ垂らしながらニヤニヤして見てる時かな。好きなアニメは何ですか？好きなアニメはね、やっぱり決められないんだけど、正直、まあ、頑張って絞りに絞って暗殺教室かなってぐらい。もういいよね、暗殺教室マジで神作。みんな見て、本当に神作だよ。まあとりあえず第2弾質問コーナーはここら辺で終わりにします。まあ多分今回届いた質問7割ぐらいは答えれたんじゃないかな。まあ好評であれば第3弾もやろうかな。たくさんの質問ありがとうございました。まあ、最後に一言で、あの彼女系の、あの質問はもう答えないんで、本当にやめてください。チャンネル登録よろしく。